皆さん、こんにちは。日本サッカー協会 JFA は14日2026年ワールドカップアジア二次予選の北朝鮮代表戦に向けた日本代表の招集メンバーを発表し、重要な連戦に向けて森保はじめ監督はレアルソシエダミッドフィルダー久保建英選手やモナコミッドフィルダー南野拓実選手、先日のマンチェスターシティ戦で素晴らしいパフォーマンスを見せたリバプールミッドフィルダー遠藤航選手などを順当に招集。一方、負傷中の三笘薫選手やコンディションが懸念される冨安健洋選手は招集外となり、一番注目を集めていた伊東純也選手も招集外となりました。招集外の理由について森保監督は、彼を守るために招集しなかった判断を私自身がしました。我々は彼のパフォーマンスと状況を踏まえた上で招集は可能だと思っていますし、招集したいと思っていました。しかしながら招集した場合に日本で彼を取り巻く環境がどうなるかを想像したときに、落ち着いて生活できるプレーできる環境にはならないことも想像しています。彼だけではなくチームとしての活動の時にも、チーム全体が落ち着いて活動できる環境にはおそらくならないだろうなと。彼が一番大切にしている家族、大切にしている方々への影響を考えると、招集しない方が今はいいのかなと判断しました、とコメント。その後、山本 ND もこの話題について言及し、我々も一刻も早くプレーができる環境を整えたいと思っています。その中で当然専門家のご意見も伺わなければいけない。サッカー協会としてどう対応するかは議論は深く進めています。今回はこういう決断になりました、とコメントしています。アジアカップの大会中に週刊誌報道で疑惑が浮上した伊東純也選手は、2点3点の末チームを離れますが、フランスの所属クラブで通常通り試合に出場し、前節10日のリーグアンフランス一部第25節では王者パリ・サンジェルマン相手に5試合連続のスタメン出場を果たし、先制ゴールの起点となる活躍で2-2の勝ち点1獲得に貢献。伊東純也選手の件についてはフランスでも話題になっており、今月9日付のフランスレキップ紙は、サポーターらはもしエスランスの右ウイングがピッチに立てば東京オリンピック五輪のスタジアムで拍手喝采を約束しているとして、同6日付の写真誌で報じられた弁護士に語った伊東選手の、僕は最初から巻き込まれたと思っています。自分に非がないことは分かっているので、代表を外された時正直納得できませんでした。嫌疑がなかったことをしっかりと証明し、今後も皆さんに応援してもらえるよう頑張ります、というコメントを引用していました。また今回のメンバー発表は、普段行われている YouTube での配信がなかったため、 SNS では今回の代表発表も YouTube で配信しなさいよ、伊東純也のことは今は聞かれることなんだから、サポーターたちも納得するような回答が少し欲しい、田島や反町が退任するからって黙り込みは良くないよ、伊東純也はスタッドランスの試合には出てるやん、メンバー発表会見の配信ないのはこのせいやん、確実に伊東純也の件で質問攻めされるの避けて会見なしだわ、ほんとクソだな、いつもは会見ライブあるのにどうして今回はなかったのでしょうか。臭いものには蓋をする悪い習慣ですよね。今までお世話になりました。 JFA 会員大会日本代表サッカーファン卒業します。海外でプレーしている伊東純也選手だけ応援します。ふざけんな JFA、 なめてんのか、圧力なんて跳ね返せよ、誰にサッカー見せてると思ってんだよ、スポンサーかサポーターだろ、一般人でも見れる形で会見開け、今回だけ YouTube 配信や会見をしないんだね JFA、 なんというか正直子供だよね、成熟していない、これって自国が勝った時だけ喧伝する北朝鮮と何も変わらないじゃん、本当に失望した、呆れた、今回メンバー発表の会見なかったん JFA、 ひどすぎないか、今回だけメンバー発表の会見ないとか分かりやすすぎるだろう、わら会見やらないあたり純也のこと聞かれんの嫌なんだろう、閣議決定する政府と同じやり方だな、伊東純也を選出しない
そのことで荒れるだろうから、いつもはやってる配信とか会見をやらないので説明もない、ファンに対してあまりにも不誠実じゃないか、伊藤純也入れないのに14日14時に発表したのか、わら会見しないなら絶対日時変更できただろ、多分余計に傷ついた人がいると思うんだけど、誰が決めてんのか知らんけど、上の人全員変わらないとダメかも、伊藤純也見たい子供たちになんて説明するのって思ってたら会見すらなし。まあ期待はしてなかったけど、炎上を恐れて会見の配信もなしですか、ファンサポーターなめてんの、都合のいい時だけ選手使ってクラファンして、都合が悪くなったらスポンサー盾にしてだんまり、え、JFA の存在意義ってなんなん、選手一人も守れない組織がジャパンとか名乗るの恥だからやめてほしいわ。伊藤純也の会見見てると、本人の心身を守るためじゃないでしょ、 JFA が守ってるのはスポンサーでしょ、ランスの試合に出場できてるのに、森保監督は協会から呼ぶなと言われたら呼べないでしょ、責める気はないです、会見で協会から呼ぶなと言われましたなんて言えないから、招集しなかった理由とかそれっぽく言うだろうけど、伊藤純也はメディアに出てきて記者会見すりゃいいんだよ、それで一発で終わる話、そんな簡単なことができてないから、何かやったんだなってなってる、など多くの声が集まっています。またこのメンバー発表では長友選手の招集も注目を集めており、約1年4ヶ月ぶりに日本代表のユニフォームを着ることとなった長友選手は通過点でもあるし、もちろん土俵に立てるのは大事なことですけど、これから厳しい戦いが始まります。代表に残っていかなければならないし、チームに貢献しなければならない、ポジションの競争もありますし、非常に自分の中で危機感が芽生えています。戦いが始まるなという思いですと率直な感想を口にしつつ、日本代表への熱い思いを次のように語っています。ワールドカップ以降離れていたので、どういう雰囲気状況かはわからないですけど、15年間代表にいた身としては日の丸を背負うことの重みは誰よりも知っているんじゃないかという思いがあります。みんな海外のすごいクラブでプレーしているので、自信とかいろいろなものがあると思いますが、代表は別物なので、代表の思いとか重圧、背負うことの大切さとかは自分の姿勢で示していけたらと思います。日本代表としてはこれまで4度の FIFA ワールドカップに出場し、国際 A マッチでの通算出場試合数は歴代単独2位の142を数える長友選手、かねてから5度目のワールドカップ出場を目標に掲げ、自分はずっと信じ続けてきました、笑う人もたくさんいましたが、5回目ということを口にしてきましたし、言霊という言葉があるように、言い続けて信じ続ければその道はつながっていくと自分自身は信じてきたので、いろいろな高い壁が途中で出てくるし、難しい状況になることもあると思いますけど、信じたら必ずそこにたどり着くということを証明したいですとコメントしつつ、次のように言葉を続けています。ロシアワールドカップの頃からおっさんと呼ばれていましたし、そこからカタールまでの4年間はかなり険しい道のりで、かなり批判を浴びたり叩かれたりしました。それ以上に厳しいものが待っているかと思うと、自分も心して戦わないと全てが台無しになる、そのぐらいかけているものがあります。5回目に行けないのであれば、自分の道も中途半端に終わってしまうと思っているので、このチャンスをものにしたいなと思います。また今回の2連戦の対戦相手でもある北朝鮮についても言及しており、アウェーでの通算成績は2分け2敗の未勝利となっていることを前提に、雰囲気作りから厳しい雰囲気で練習に取り組んでいかないと足元を救われると思いますと前置きしつつ、厳しさは僕が痛いほど経験してきた部分ではあるので、そういったところも後輩たちに伝えたり、自分が姿勢で見せるというところはやっていきたいと意気込みを示しています。伊藤純也選手の招集について注目を集めた今回のメンバー発表、会見の配信がなかったこともあり、今後ますます波紋を呼んでいきそうです。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残していただけると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。